崎誠園の一言伝授。さあ今日はですね、はい、福山市東深津町真言宗王子さん薬師寺住職大滝千円さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今お忙しい時期ですよね。そうですよね。あの福山市内を原付で走ってますけどね、7月の20日ぐらいから各ご縁のあるお宅様へ家庭訪問してお仏壇をお参りさせていただくんですけど、7月の20日頃はねとても涼しかったんですよね。あの風もあって、はい、で今年は涼しいですねってなことを言いながらお参りしてたんですけど、だんだん暑くなってきましたね。そうですよ、はい、もう8月12日、まあ、10時15分16分になるところですけど、すで、うん、にもう34度超えてますから ねおかしいでしょ。あのインドなんか行くとね、50度ぐらいになるんですね。でお釈迦様の時代にお釈迦様がこの世に生まれてくることが苦しみだとおっしゃって、はい、私はその意味がよくわからなかったんですけど、この生きてくることが楽しいじゃないか、いろんな出会いがあっていろんなおいしいものも食べれて楽しいじゃないかって、生まれてくることは喜びじゃないかと思ってたんですけど、お釈迦様の時代の50度っていうな、そういう環境に生まれてくるということは大変苦しみだったのかなというような気がしますね。やっぱりね、それに近づきつつあるというか、気温だけはですね、インドになってくるんですかね。本当にもう亜熱帯通り越して ね大変なことになるような気がしますけれども ねあの原付バイクとおっしゃいます、バイクも暑いでしょう、はい、暑いですよね。あの走ってる時はねまだこう風が切って気持ちいいんです。赤信号で止まったりするとね、車の熱気も止まりから来たりしてね、押しつぶらされそうになりながら、だからといってねあまり水分いただきすぎるのも良くないのかな。適度な水分補給は必要ですけど、あまり喉が渇いたから水分取らなきゃいけないという思いすぎて取りすぎるのも良くないような気もしますよね。体調が崩されやすいですよね。大滝住職が回られる方ですけれど、私はどちらかというと、うん、あの檀家、まあ、来てください、お待ち受けする方ですよね、はい、そうだね、その時のなんかあの何をすればいいのかと、そういうお水もあんまり出しすぎても良くないですよね。あ、でももうお気持ちで結構で言うしかないんだけど、ね、はい、いろんな何百件もお邪魔してると、ね、いろんなお宅があって楽しいですよね。楽しいというのはいろんなことを含んでいるような感じもします。でもね、うん、もうあのなかなか お参りするまでにも汗が引くまでもね、住職も大変でしょうから、うんうん、ね、そうですよね。でなんでこんなにビールってうまいんだろうなと思いますよね。ね、あんまり言うとお仕事上がりの ねということで、でもあの今お盆休みに入りますから、福山のあたりは皆さん里帰りされた方でね、うん、にぎわってると思うんですけれども、はい、あの大滝さんのところの薬師寺も明日は13日ということで、はい、8月13日毎年朝10時から、はい、瀬垣法会というお勤めをさせていただいてます。でお盆の始まりというのはもういろんなところでいろんな方がお話をされているので、よくご存知の方もあるかと思いますけど、お釈迦様のお弟子さんの中で木蓮尊者という方がいらっしゃって、でこの人は神通力がお弟子さんの中で一番ずば抜けてあった方だった、今でいう簡単に分かりやすくて霊能力があった方だということなんですけど、この木蓮尊者が自分の亡くなったご両親の供養をしようと思って、今どこで暮らしてるのかなという霊視をされたと、はい、その時にお母さんがなんとガキ堂というところに落ちていらっしゃった、この世で、いろんな欲望を満たすばかりに、もさぼって生きた人が落ちる、まあ、地獄のようなところで、ありまして、あの世に行ってそのガキ堂に落ちたガキになると物が食べれない、どんなに口元に水を運んでも火になって燃えちゃう、そんな飢えた世界にお母さんが落ちてたんだと、お釈迦様に相談しまして、お母さん助けてあげたいんだけどどうしたらいいんでしょうと、お母さんの生前中の、いろんな報いがあって、ガキ堂に落ちられた、これは救うためには木蓮さん一人で頑張っても無駄ですよと、お坊さんの総力を挙げて、救わなきゃいけない、しかも自分のお母さんだけでなくてそのガキに苦しむ、全ての報われてない生前中に仏教に出会うことのできなかった、そんな報われてない人たちを全て救わなきゃいけない、はい、お坊さんたちの総力を挙げて、供養しなきゃいけないということで始まった。でお坊さんたちの総力によってお母さんが救われたというのがこの7月15日という日だと言われています。で7月15日という日にちが、今の旧暦でいうと、まあ、大体1ヶ月遅れのこの時期だということで、大体私のお寺では8月のこの日に、この瀬垣という木蓮尊者の業績に習ってですね、特にこの日に盛大に瀬垣をする、
この瀬垣のお勤めというのはお寺では毎日やってるんですけど、はい、特にこの大きなお祭りとしてやるのはこの8月13日の日にうちのお寺ではやっておりますので、じゃあそのお母様のような方をまあ救うという、うん、そういった形なんですよね。ですからあのうちのお寺でもちゃんとご葬儀をお勤めしてちゃんとご供養させていただいてますので、はい、ご先祖様は必ずお浄土へ向かわれておりますけども、このお盆のお勤めというのは自分のご先祖様を直接拝むだけじゃなくて、うん、そういうふうに拝んでほしいけど拝んでもらえない、拝みたいけど拝めない、そういう仏様たちを拝んであげるのが何よりのこの瀬垣のご利益というかこのお勤めの意義というところがあるんじゃないのかなと思ってます。で、瀬垣のお勤めというのは普通私たち本堂と本堂の一番奥に仏様がお祭りされてて、真言宗のお寺では内陣というのがあって、内陣という清められた場所でお坊様が拝むんですけど、はい、この瀬垣というお勤めはその内陣じゃなくて外で拝むんですね。で、その清められた一つしか入れない内陣で拝むじゃなくて、もう報われてない誰でもが寄ってこれるような場所にわざわざ仏壇を建てて、外でどうぞ皆さん報われてない人は全員来てください、拝んであげますよというのがこの瀬垣のお勤めなんだということですね。で、そういう報われてない人をご供養するおかげをもって自分のご先祖様も救われる、自分も救われると。この瀬垣のお勤めというのは真言宗のお勤めの中では何よりもご利益があるお勤めだと言われています。これをやるとお寺は必ず栄えるというふうに言われておりますぐらいですね、私たちの中でも大変ご利益のあるものだと思って信じて毎日お勤めしておるんですね。ですか。あの私たち普通というか、うん、お坊様以外の方々はね、まあ、お墓参りに行って、うん、その先祖を供養して家に連れて帰って、うん、はいはい、そしてまた送っていくというね、うんうん、そういうふうに言いますよね。ですね。ですからこの8月13日、明日のね夕方にお墓参りされて、はい、迎え火を焚いてね、で、昔はお提灯でこうね、照らしながら連れて帰ってあげて、そのお提灯の火でぼんぼりを灯してね、はい、提灯で灯してあげて16日の朝送ってあげるというのがまあ風習だったんでしょうね。ところによってはね、そのいろんな本調べてたら、民族学の本読んでたらね、ところによってはそのご先祖様を迎えてちゃんとお布団も敷いてあげてね、日本ですよね、うんうんうん、だから そうですか、そういう風にやる風習もあるんだと面白いですよね。そのご先祖様を愛するというか、そういうとてもなんか可愛らしいと言ったらあれですけど、なんかそのご先祖様に対する愛着というかね、でも優しさ、愛情というか、なんかね、優しさも伝わってくるような、うんうん、まあ、あの各家庭によったり、うんうん、地域によって、また宗派によっても、ね、うん、やり方があるとは思うんですけど ね、そういう話を聞くと、日本のその信仰の姿ってとてもなんかこう綺麗だな、なんかとても愛着のある愛らしいもんだなというようなことを感じますよね。うん、そしてまた瀬垣法会ということで、はい、薬師寺ではされているということなんですね、はい、本堂の前に大きな標柱、氷の柱を立ててですね、うん、これをガキ様へのご供養の品として、ガキなんて何も食べれないと今申し上げたでしょう。そういうふうにご供養して拝んであげたそのものだけは飲めるわけですよね。そういうふうなものをお供えしてですね、冷たい氷をお供えして、はい、ガキの世界にも涼を捧げたいなというふうに思ってます。あの一般の方もお参りすることができるんですか。お越しいただいても結構ですし、はい、駐車場も十分ございますので、遊びに来ていただけたらなと思ってます。はい、明日13日と何時からですか。朝10時からお勤めですので、10時に来られるともう10時から拝み始めますから、ちょっと早く目に、ね、お越しいただくといいかなというふうに思ってます。はい、瀬垣法会のお問い合わせは東深津町の薬師寺までお願いします。0849225218 922-5218 までお問い合わせください。あの今日はなんか和尚さんのようなお話をいただきましたが、和尚みたいでしょ。なんかいやいや、とんでもないですけど、うん、いやね、本当にあの、このお盆いろんなお宅をね、お参りさせていただいて、あ、住職さん暑いのにお疲れ様です、ありがとうございますという一言がね、言葉一つがなんか無で報われるじゃないですか。で、何百件もあると迷惑そうなこともあるんだよね。で、その、ああここに来たらなんか心苦しいなという気持ちになる場所もあるし、ああここに来たら
この一言がね、そのあ来てくれてありがとうねっていうね、その暑いのにご苦労様ですっていう一言でなんかこう救われるなという気が自分自身この感じましたもんですからね、その別にお金がなくても物がなくても人に、ね、の心を満たしてあげる方法というのはたくさんあるなというふうに思って、そのうちの一つが言葉をかけるということじゃなかろうかな、それもねぎらいの優しい言葉をかける、それだけ一言でね、なんかその気持ちがね嬉しいですよね、そういうの大事ですよね。またこういった暑い中ですから ねイライラするでしょ、なんかそのなんか金切り声が聞こえてくることもよくあるし ねだからまあそういうあのものをなくして ねそのあのやっていくのも大事なことかなと思いますよね。あのまあいろんな宗教があったりいろんなあの宗派があったりしますけど、ね、やっぱりでも皆さん共通しては先祖があって、先祖があるからこそ今私たちが存在しているということですから、やっぱりあのきちっとお参りすることも必要なのかなというふうにも ねはい、あのうちのお寺にも墓地がございますんですけどね、あの昨日墓地に上がって歴代の住職さんのお墓にうちもお参りをしたんですけど、うん、まああのね、たくさんの方がお参りされてて、お花も新しくね刺さって、なんかお盆らしくなったなという雰囲気を感じながら僕もお墓参りを昨日してきました。皆さんもねお墓があってだったらぜひあのお参りされたらどうかなと思います。明日は瀬垣法会ということですから、はい、どうぞ薬師寺の方にお出かけいただけたらと思います。今日は大滝聖園の一言伝授、王子山薬師寺住職大滝聖園さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。